と MMA とは別物なので、うん、僕が巌流島という舞台で、うん、巌流島の道着を着て、試合をするっていうイメージがまだ全然できてないので、はいはい、うん、そこで、まあ、出るからには勝たなきゃいけないので、うん、まあ、勝つために僕が巌流島という舞台でどういう戦いをするんだろうなという考えるとすごいワクワクします、ね、うん、はい、これ満足はしてないですけど、うん、なんか新しい挑戦がしたかった、うん、したいなっていうのがあったかもしれないです、はい、な、打撃は強いと思うんですけど、自分らしい戦いっていうか柔道を生かした打撃をもらわないで踏んで投げてっていう感じですかね。KO できればいいかなと思います。な、はい、僕はずっと海外でUFC だとかケージの中でやってきたので、囲われた中でやってきたので、うん、それがないというところで、うん、そうですね、どういう、うん、まあでも押し出して3回押し出して勝てるとかそういうルールがあるので、うん、まあ、そういうところを何だろう生かしていきたいというのはルールに合った戦いというか、はい、一場外すごいですね、はい、そうです、こういう技も出てるんですけどね、すごいですね、すごいというかかっこいいですね、やっぱり見て盛り上がりました、盛り上がりますね、こういうの見て吉田さんなんかが俺もなんか見せてやろう、あげたいな、ね、いや、なんか狙いたいな、なんか狙いたい、巴投げは海側がやってるんで、うん、なんか新しい自分らしい、うん、何か出します、お必ず出します、お本当ですか今なんかピンときたんじゃないですか、じゃあ、そうですね、場外に落とすっていう技ちょっと、はい、巌流島初再戦するので、自分らしい柔道家らしい戦いをできればいいかなと思います。よろしくお願いします。場外楽しみにしてます、はい、必ず